古民館、古民館、古民館、トリビューニスプリービス、トリブヌスプレビスは、紀元前494年に、平民、プレブス、プレプスを保護する目的で創設された古代ローマの公職である。プレブスのみがつくことのできる公職であって、身体不可侵権などの特権を持った。近現代において新聞名にも使われる、トリビューンは、この感職に由来する。 ローマの拡大に伴い貴族、パトリキとプレブスの間の貧富の差が広がると、紀元前494年に、プレブスたちは、モンテサクロ、聖山に立てこもり、自分たちの政治的発言力の強化を求めた。聖山事件と呼ばれる、この事件において、プレブス側はそれまでのローマの政治体制を拒否し、立てこもった山で、自分たちを中心とした、新たな国家を樹立する動きまで見せた。 プレブス側は、トリブヌス・プレビス、直訳すると、プレブス身分のトリブヌス、三族の長と呼ばれる代表を選び、その下で結束し、彼らの体を不可侵とすることを神に誓った。これに対して日本語では、五民間の訳語が与えられている。平民国家の代表である、五民間は、当時のパトリキ国家の代表である、執政官、コンスルと対応して2名が選ばれ、 同様に民会に対応して、平民のみで構成された平民会が議決機関として設置された。こうしたプレブス側の行動に対して、パトリキ側も妥協せざるを得ず、平民会を正規の民会として認めるのみならず、プレブスたちが勝手に選出した五民間についても国家の官職とし、さらにプレブスたちによって誓われていた五民間の申請不可信をも承認した。 こうして、ローマの既存国家体制に組み込まれた、古民館は、プレブスの保護をその任務とし、そのための職権として、ほとんどの決定に対する拒否権が与えられた。古民館の持つ拒否権の範囲は、非常に広く、ケンソルなどの他の政務官の決定や、元老院の決議を取り消すことができた。 失政官の決定さえもその例外ではなかったが、非常時にインペリウムを行使するために設置される独裁官の決定に対しては拒否権を使うことはできなかった。他の政務官同様に同僚の拒否権を再び拒否することはできなかった。広い範囲を持つ拒否権以外の御民間の特権として体の不可侵権が挙げられる。体の不可侵は その成立過程からもたの政務官には与えられておらず、五民間にのみ約束されていた。この不可侵性は、神に誓われているという神聖性と、プレブスたちによって誓われたというプレブスの実力によって保障されていた。プルタルコス、英雄伝、対比列伝のティベリウスグラックスの項目では、体の不可侵権をこう説明している。コンスルが民会の召集権を持つように、 五民館は平民会の召集権を持っていたが、ホルテンシュース法が成立すると平民会にも法律の制定が可能となった。このことは、後に付与される元老院の開催の権限と合わせて、否定の権力しか有さなかった五民館にも積極的な政策を行うことを可能とするものであった。以上のように非常に強力な権限を五民館は有していたが、 これを積極的に使用するものはあまり現れなかった。五民間が国家の感触として成立したのは、あくまでパトリキとプレブスの妥協であり、両者の融和を図るものであり、逆に対立を煽るようなことは滅多になかったのである。さらに、プレブスの一部がパトリキと合流して、ノビレスと呼ばれる新貴族層を形成する頃になると、こうしたプレブス系の貴族も、 政治キャリアの始めとして、五民間に就任することになり、五民間の革命勢力としての性質は、次第に薄れていった。先に挙げた、平民会に法律の制定を可能にしたホルテンシウス法の成立も、平民会の議決をすでにノビレスがコントロールできるようになったことを示していると見ることもできる。加えて、後に、五民間経験者に、元老院の議席が与えられるようになると、 ゴ民間は完全に体制内に取り込まれたかに見えた。しかしながら、広がる貧富の差などのローマの深刻な社会不安を背景に、ティベリウス・グラックスがゴ民間に就任すると、ゴ民間の革命的性質がろとなった。ゴ民間の強力な権限を用いたティベリウスの改革は、弟のガイウス・センプロニウス・グラックスに引き継がれ、これらの改革運動は、元老院の保守派に、 大きな衝撃を与えた。最終的には、グラックス兄弟の改革運動は、失敗に終わるが、改革を妨害するために反対派も、自派の人間を古民間に送り込むなど、その権限の強力さが再認識された。そうした一方、古民間でありながら殺害された、ティベリウスのように、古民間の身体不可侵の揺らぎも見られた。 その後改革が、紙兵化した軍隊という実力を背景とした将軍たちの手に移ると、五民間はそうした将軍たちのクリエンテス、古文として、彼らに便利を図るためにその職能を行使するように、な。その現状に、危機感を覚えたルキウスコルネリウススラは、様々な改革の一環として、五民間の権力削減を行った。 ローマの内戦の最終的な勝者となったオクタヴィアヌス。アウグストゥスは、洋夫ガイウスユリウスカエサルの終身独裁寛容に、王への連想を極力避け、自らの権力の根拠を共和制の平時の合法的感触に求めた。五民間は強力な権限であり、かつ民衆を守るという性質から、オクタヴィアヌスの要求を満たすものではあったが、 ユリウス氏族というパトリキ系の貴族の養子であったオクタヴィアヌスには就任することはできなかった。そこでオクタヴィアヌスは当時連続して就任していた失政官を辞任することを餌に、五民間の職権、ポテスタスのみを自らに与える元老院決議を通し、一年の期限を持つ五民間職権、トリビューネチアポテストス、トリブニキアポテスタスを毎年更新することで、 元首制における自らの権力の基礎とした。カエサルもこの職権を得ていたが、終身独裁官としての立場の方が先に立っていたために、この権限が重視警戒されずに承認されることとなった。平民が元老院の議席を得るための登竜門と一般認識される間、古民官と共和制公職キャリアの頂点たる、市政官では全く価値が釣り合わないと思われていたが、 事実としては、執政官を含む、あらゆる政務官の決定や、元老院の決議に対する拒否権を行使でき、必要とあれば、プレブス民会、平民会を召集し、同民会の決議による法律制定も可能な上、執政官すら持ち得ない、身体不可侵の権利を持つ、より強大な権力であった。さらにこの五民間職権は、職権のみが抽出されたものであるため、 同僚を持たず、非常に強力な権限となった。アウグストスは、アグリッパやティベリウスなどへの職権需要、元老院にかけることで、後継者候補の承認とした。これで定位の世襲を図り、以降のローマ皇帝もこの形式を続け、その称号の一つとなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。